い、どうも、最近眉毛どうやって整えてるのってちょびちょび聞かれてるんだけど、なのでちょびっと生やしてで動画撮ろうと思って、超シンプルでマジなんかコツとかなんもないのね。とりあえずクリーム、これはニビアでもうちょっとで終わっちゃって、だからこうやって撮ってるで、カミソリ使ってるんだけど、カミソリの方が綺麗っつうかさ、こうやってやるじゃん。本当にシンプルなやり方でがっかりかもしれない。でもし私は眉毛薄くて大変とかっていう人、もう本当に生やして我慢するみたいな、なんつうの、プラックしないで生やすしかない。ボーボーになって形あんま綺麗じゃないかもしれないんだけど、でも生やしてからもう一回最初からやり直しっていうのもいいと思う。あ、でもそれが嫌だったら少しずつ整えて生やしながら整えるっていうのもいいと思う。 OK、 もうなんかナチュラルな形に沿ってやってるんだけど、これ危ないから気をつけてね。これのガードみたいなやつついてるやつとかあるんだけど、そっちの方が多分やりやすい。でとりあえず自分のナチュラルな線、これだけね。 And でこっちについてるのを拭いて、でちょっと眉毛を上げて、ここちょっとだけ生えてるのを取る。ゆっくりね。まずはこんな感じで、ここもうちょっとで、前に眉毛のチュートリアルやったんだけど、どうやって形を整えるとかそういうののチュートリアル、それ忘れなかったらリンク下に置くね。忘れたらプレイリストのケアのところ行けば眉毛についてっていうのも出てくる。例えば鼻のこれとこれが同じの方がバランスがいいとかさ、みんな人間顔違うからさ分かんないじゃん。あとこれと目玉のまっすぐ見て、目玉のこれとここがアーチ、こうやってとんがってるところとか、ここで止まるとかさ、なんかいろいろあるんだけど、でもさ眉毛の形ってなんかどんどん変わってきてる。これが基本みたいな。でも眉毛の形結構変わってきてるじゃん。なんかまっすぐの眉毛とかさ。でもこんな顔で喋ってるのが変だね。いや、まっすぐの眉毛とかそういうのいろいろあって、なんかこれのルール、ちょっと当てはまらなかったりとかするじゃん。自分が好きな眉毛の形にすればいいと思う。とりあえず私はこんな感じで眉毛ケアをやってます。で、それ終わったらピーンってクリーム取れば眉毛整ってるみたいな。でちょっとだけたまにここちょっとだけね、あんまりやらない。いや、同じ感じでここもやる。いや、で OK、 もうちょっとアーチアーチアーチ、で私眉毛切らないのね。なぜかというと描きたくないから。だから長いから、だからここのハゲスポットとかが隠れる、ハゲスポットあ、隠すって感じで、あ、ちょっとここやらないとだね。あれ違うか、あれ違うかも、ははあわ、ここ色がついてるからなんか整ってない感じに見えたんだけど、いや、あとなんだっけ、髪染めるときに眉毛もついでに染めてんの、真っ黒に髪染めてんのね、白髪があるから。でその時にも綿棒でちょっとだけ眉毛やって、そしたら眉毛がちょっと濃くなる。 OK、 こっちの方がこれよりもちょっと形違うんだけど、でもよくアメリカ人が言うのが眉毛は双子じゃなくて兄弟姉妹だから、全く同じ形じゃなくて顔違うじゃん、こことここ、セメトリックじゃない、あから
ちょっと違くても大丈夫みたいな。Yes. アイブラは twins じゃなくて、twins じゃなくて sisters。Brothers, sisters. Anyways, こんな感じが最近の、私のささっとやる眉毛です。で、カミソリ使うときは絶対クリームつけないとヒリヒリするから痛いから、クリームつけてからオイルとかでモイスチャイズするか、もう一回クリームつけてちょっと痛くならないように、何ならないようにやるとかね。 Yes! 以上です。私の最近のささっとダッシュの眉毛のやり方で、髪の毛、眉毛生やすの、ボーボーに生やすの嫌だけど眉毛整えたいって人がいれば、例えば同じ感じでやって、この辺だけちょっと取ってまだ形できてないとかさ、とりあえずこの辺ちょっとだけ取る、あんまりいじらないようにする、ほどほどに、なるべくほどほどにって感じでやれば大丈夫で、少しずつ眉毛生やして、でどんどん濃いめの眉毛になる、であんまり切らなかったり切りすぎなかったりとかすれば、そこまで眉毛描かなくても大丈夫になる。あとはまあ眉毛染めたりとかすると、いや、あまり描かないで済むようになると思う。そしたらメイクするときにちょっと一つ楽になる。私眉毛描かないで済むから、ハゲスポットがあるときはアイライナーをここピシッてやって、ここ、こうやってやらないといけないんだけど、ここなんだけど、最近はまあまあハゲスポットがちょっと埋めてきたから、この前間違えて剃っちゃったからさ、パーみたいな、あーって感じで切っちゃったのか剃ったのか覚えてない。 Yes! アイライナーズボーボーを絞りすぎ。じゃあまた今度の動画で会いましょう。バイ。